今日は1回目の種まきの日です。さあ種もいい感じかな。排水します。そして2回目の種まき用にエコホップ DJ も進出します。はい、一目惚れ、いい感じで再現されてます。 OK。 はい、花越前ちょっと出過ぎやったかな。で、夢水方がね、やっぱ相変わらずちょっとムラがあるって感じだけど、まあまあまあ、よしとします。はい、OK。 今日は2回目の種まきに向けて、2回目のエコホープ DJ をします。今日も約50袋なので、エコホープ5袋、1袋あたり50キロできるんで、うちのはメッシュ5キロなので10袋分に当たります。露出しないようにします。エコホープ DJ を吸って水位が下がるのでね、種もみが露出するとまずいので、ツンツンして平らにしてみます。ちょっと出てみて、こんな感じかな。いい。で、蓋を閉める。直射日光を選ぶと雨がたくさん降るとまずいのでね、蓋をしてやります。はい、これで OK。 さあ、種まき頑張ろう。イエイ。はい、バッチリ準備ができています。今日は3種類なので要注意ね。夢水穂、花越前、一目惚れです。きれいに巻けますように。稲穂さん、これ火も取れんわ。毎回苦しんどるけど切ってしまうしかない。これ取れんね。もうちょっと軽いわ、もう添えてくれ。取れません。これあかんわ。はい、入れた。よっしゃ、スイッチオン。ブン。はい。
これもともとあの豆腐機械メーカーからもらったおからの脱水装置。すごいよね。シャーブレーキング。これはドラムブレーキか。バンドベルト、バンドで下でギューって止めて。はい、脱水頑張れ。はい、今日品種3種類あるので札を書きます。夢夢、次が甘。これカレンダーをね、必ずこうやってメモ用紙に作ってますね。大量にいるんでね。あーなー、はい、一目と何かな。足りたらまた書くわ。よし、まず目水を折り曲げて置いておきます。これで空箱、内箱に引っ掛けますからね。はい、準備 OK。 さてさて、セッティング4速。これが自転車なんだよね。で、発注量はセンターにしてあるけど、ちょっと多めスタートでいこうか。最初の夢水を210箱やから音速で終わっちまうからな。油断ならんよ。よっしゃー、タイマーキング1回目始めます。イエーイ。よし、よし、はい、はい。深さどう？大丈夫です。大丈夫。はい。15ミリなっとる。今年はうまく出とるかな。ブリッジにならんと。ちょっと早速出るか。15ミリになってるか。ちょっと。15のとこ手で持てばいい。あ、書いてあるわね。あ、そこに書いてある。青い線書いてある。す、あ、15。あ、はい。15、いいよ。はい、15ミリ。よっしゃ。今年順調に出とるな。とりあえず。今んとこ。なんだね。いい感じの。あ、やっぱ抑えたり。44。
ケー、オッケー。いや、オッケー、オッケー。夢見るさ、そんなもんや。怪しい。測ってみます。稲穂加工軽量倍度 4.7 キロ。通常倍度の約3キロ軽くなってます。これ前のトコツヤと 7.8 キロぐらいあったんですけどね。すっごい軽いよね。7.8 キロから 4.7。 指一本で持てるよ。指一本で落とすってもういろいろ分かった。40% ぐらい軽くなってます。軽いんですって。メーカーから苦情出るぞ。メーカーさんが来とるんやね。おやお前、こういう時はもう小指一本で持たないって。はい、ということで、じゃあこれから小指一本で持てよ。小指一本やぞ。ほんまやな。43、はい、43、ちょっと厚巻き、ちょっと厚巻き、43.5、ちょっと厚巻き、やっぱちょっと詰まる、ちょっと詰まる、このカーブはね、全部いわゆる。カート行ってくれるかな、空箱、あ、納屋箱、どんだけ発注した。477やろ。で、ここに10あるね。10おるから487。去年より多く巻いたな。490箱ぐらいいっとるね。うん、まあ480、490は誤算のうちかな。うん、答え差もあると思うけど、じゃあとりあえず1回目の1000リットルで490箱負けたっちゅうので、はーい、 OK。 はい、来年新しく発射機を更新しようとしたら 5.9、 横に置くと 5.9、 まあ6メートルはないよな。かなりショートタイプの探さんとこの形はもう。はい、メーカーからクレームが来ました。謝罪会見。軽量バイト、軽量バイトって呼んどったけど、軽量バイトっていう商品名じゃありませんでした。軽いバイトですね。稲穂加工さんのは軽いバイトですよ。皆さん間違えないように、イエーイ。はい、謝罪会見その2、またクレームがありました。発音が違う。軽いバイトですね。この軽量って書いて軽いバイトね。軽いバイトじゃないよ。はい、皆さん申し訳ありませんでした。さあ、種まけ再開。軽いバイトで種まき開始です。イエイ。はい、一目惚れに切り替わったんで数えています。40、45、
45か。まあいいやろ。45やって。まあいいやろ。5000グラム割る45は 11.1 グラムいっちゃう。はい、この青い線が15ミリの線でございます。この物差しで、軽いバイドの深さを測りますね。15ミリ設定ですね。15ミリ、そこの青い線のとこ、ね、15 15 15 15 15、大丈夫やな。 OK。はい、種まき1回目終了、イエーイ。はい、1回目の種まき終了しました。たくさん綺麗に芽が出ますように、イエーイ。出まき、スケール41で荒お口開始します。ケール3950は今日今から餅つきやってるのでちょっとお休み。 SL41 のスズメカは今の午前中のハッシュの後片付きやってるので、お休みということで、三大体制が第4クォーターからとなりますが、でもね、その分やっぱり1台でも動かしてあげれば少しでも前進できるので頑張って荒起こししたいと思います。
今日のところはこれでおしまいにしたいと思います。今日、1回目の種まきもして結構お疲れちゃんですからね。はい。まあ明日は三大体制で荒起こしできるかなと思ってます。イエーイ。